皆さん週末いかがお過ごしでしょうか。どうも愛知です。今週ダラタラジオよろしくお願いいたします。メインにね、話行く前に、今遠くでもしかしたら声がね聞こえるかもしれないんですけど、リビングでね、息子二人が多分戦いごっこしてんのかな、なんかすんごい楽しそうに騒いでるんで、皆さんのこの耳にこう なんか聞こえるってなったら、あの小学生二人が遊んでんだと思ってください。ごめんなさいね、すいません。まあ、そんな環境で今日は喋っていきます。で、今週はですね、この前エディックスっていうイベントに出てきたんです。出てきたというか、エディックスっていう教育総合展っていうのがね、東京ビッグサイトで3日間あったんですよ。で、それ自体もね、すごいその最新のいろんな企業さんの最新の教育に関するサービスだったりっていうのが、ね、こう展示されてるの。でも回るだけでもね、わ、すんげえなみたいな刺激だらけなんですけど、まあ、それも楽しかったし、あと、2日間 Google さんとチエルさんっていう企業さんで、まあ、プチ講演会というかね、させてもらったので、まあ、それもやってきたんです。で、まあ、今回はその講演会のこうだったよっていう話ではなくて、Google さんの方でね、こう他の方も講演があるわけですよ。で、その中ですごく印象的だったものを一つちょっと今回ね、感想をお伝えできたらなと思って喋っていきます。で、何かっていうと、小学生と中学生が講演してたんですよ。そう、あるね、ある埼玉県の小学校と中学校の学生が、もちろん引率で学校の先生も来ていらっしゃったんですが、ほぼ、学生の方、子供たちだけで喋ってました。最初に小学生が2人でね喋ってて、その後中学生の3人チームで喋ってたんですけど、すごかったのよ。なんかね、聞いたとこによると、スライドも自分たちでほとんど作ったらしいのよね。で、スライドも本当にしっかりできてて、で、原稿もね、3人で話し合って、で、たくさん練習したらしいの。練習して喋ってたんだよね。で、もちろんその原稿があるとかスライドがあるっていう状況もあったかもしれない、喋りやすい環境もあったかもしれない。でもね、めちゃめちゃ人いたんですよ。多分何人だろう、 4,50 人いたんじゃないかな。立ち見の方もいたから、の前で喋るっていう。で、しかもみんなあれだよ、大人だからね、企業の人しかいないから。そう、先生だ、先生方とか、教育の仕事されてる方たちだ、全然その知ってる先生とかでもない状況で堂々と喋っているその姿で、その喋ってる内容とか話し方とか、そのプレゼンのやり方もすごく上手だったんだけど、なんかね、すっごい刺激的で、それがかっこいいってかっこいいなと思って。そうで、それ聞いた後に、Google のね、社員さんが先生と生徒さんたち紹介してくださったんで、一緒に写真撮ったりとかね、握手したりとかして帰らせてもらったんだけど、すごいなんかその思ったのが、それがさ、特別なのかって言ったらそうじゃないと思うんだよね。で、先生がちょっと話聞いてると、そのもちろんね、そういうのに興味があって練習をするっていうモチベーションがなきゃできないけれども、じゃ突筆してめちゃくちゃすごい才能がある子たちが集まってるのかって、そんなことはなくて、だからやっぱ、大人の前でさ、アウトプットすることが必須だとは思わないんだけども、自分たちが興味あること、自分たちがプレゼンしたいことを、やっぱりこう、今これだけ ICT が普及して1人ね1台なんて言われてる時代だから、そこを活用して発表していくって、で、それをクラスだけね、学校の同じクラスのみんなの前だけじゃなくて、全然違う場所で大人に向けて、特に大人がいいかな、大人に向けて発表していく、伝えていくっていう能力はやっぱすごくこれから大事になるよなって、もともと大事だったんですよ、大事なんですけど、より大事になっていくよなって思ったんです。ちょっと話が飛んじゃうんですけど、コミュニケーション能力ってすごくね、大事だって、言われて久しいじゃないですかね、長く言われてるわけですけど、皆さんもね、コミュニケーション能力はないよりあった方がいいと思うと思うんです。私もそう思ってる。で、コミュニケーション能力ってすごくこうちょっと広くて、俺の中で意味が、で、コミュニケーション能力を養うためというか、その身につけるためにいい練習になるなって思うのが、俺は人に物を教えることだと思ってるんですよ。例えば勉強を教えるとかでもいいし、自分の趣味、好きなものに関して人におすすめするとかもいいと思うんですよね。だから自分の思ってること、考えてることをやっぱり人に伝えるっていう場面が、一個のコミュニケーション能力としては大事だと思うんです。初対面でうまく話すとかも大事ですけど、ちょっと難しいじゃないですか。でもビジネスにおいて、それは自分の、例えばね、自分の会社の商品を他社の方に紹介するとかもそうですけど、やっぱりそこを分かりやすく伝える能力っていうのは、
全然興味ないことをね、いきなりじゃあその私がね好きな、私甘酒好きなんですけど、甘酒を、はい、あなた俺の好きな甘酒紹介してみなんて言われてもはぁってなるじゃん。でももともと好きなアイドルだったり好きなゲームだったり好きな YouTuber さんだったりを、じゃあ3分間で紹介してみよっかって、そのために3分間で話す練習とスライド作りしてみようぜみたいなことができたら、まあ、最初はチームとかでいいと思うんだよ、グループでいいと思うんですけど、そういうのってすごくいいなってずっと思ってて、でいつかなんかそういうプログラム作りたいなっていうのを思ってる、でそれ今でも思ってるんですけど、なんかそういうのを作っていろんな、学校さんとかに訪問して一緒にやりませんかって、俺も行くんでみたいなことができたらなって思ってる。だからちょ正直に言うとずっと思ってたのに最近忙しさにかまけて忘れてた。なんかそれをね思い出させてくれたんだよね、その学生の、小中学生がその講演してるのを見てね。やっぱ人に伝えるっていうのは簡単じゃないし難しいんですよ。難しい。伝えてさうまくいかなくてへこむなんてことも絶対あるし、そんな一発でうまくいかないからさ、俺も講演会なんて初期の頃めちゃめちゃ大失敗してるから、でもそれをくじけずにやっぱ練習してスキルアップしてより良くしていく中でやっぱ上手くなっていくのよ、人に伝えるって。そうだからなんかそこがこれからの子供たちにより身につけてもらえたらいいなって。デジタルがもっと普及するからね、これから普及していく中で、伝えるっていう能力をやっぱり何かしらの形で、プログラムにしたいなって改めて思ったの。だから今すごいそれがねモチベーション上がってて、だからって何かできるわけじゃないんだけど、まあいろんなねこう人のつながりもできたからさ、その中で、子供たちに何かを伝えるっていうプログラムをちょっと頑張って作っていくのか、そう誰かと一緒にやっていくのか分かんないけど、イベントとしてするのか分かんないけど、なんかそんなのができたらいいなって思ったっていう話でした以上ですということで今週もねここまでお付き合いいただきありがとうございました。またね次回何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。ではでは本日じゃない、間違った、それボイシー明日からね今週1週間がまたね良い1週間になることを心より願っております。また次回お会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。